には先制ゴールを挙げたクリスティアーノから工藤、シーズン8ゴール目でリードを広げます。先手を取ったのはホームの柏。12分、大谷の鋭いパスに反応した工藤、豪快にネットを揺らして1対0。楢崎から工藤が奪った4点目のゴールでホームの柏が先制します。エドワルドのスルーパスに抜け出した和子の折り返しに再び工藤、この試合2点目となる工藤の今シーズン10ゴール目でホームの柏が勝ち越しに成功します。大谷が工藤へ、工藤が落ち着いてこれを決めて柏が先制。絶妙なパスワークで甲府の守備を突破した。すかさず勝ち越したレイソル、6分後です。レアンドロからの技ありパスを工藤が決めます。この動きに対してはね、はい、サント今日ついていけなかったですからね。裏が取れていました、今日のレイソルです。これからの飛び出しですよ、勝ち越し。柏のエース工藤正人、1点返しました。